ここからはアメリカのハイテク企業三社の去年10月から12月期の決算を速報でお伝えしますまずはアップルです減収減益でした純利益は1年前から13.4%減少しました一株利益も市場予想を下回りました売上高は1年前からおよそ5%減少前年比でマイナスになるのは2019年以来です 地域別でも中華圏もを中止筆頭に世界的に売り上げが落ち込みました。部門別の売上高では主力の iPhone がおよそ8%減少しました。中国のゼロコロナ政策による工場の停止が影響したとみられます。パソコンの Mac は28%のマイナスで大幅な減少となりました。Amazon.com は1年前と比べ98%の減益で、 人株利益は市場予想を下回りました出資する新興 EV メーカーリビアンの株価低迷による評価損が響きましたただ本業の儲けを示す営業利益も1年前と比べ2割減少しています部門別ではネット通販の売上高が2.3%減少クラウドサービス AWS の伸びも前の四半期から減速が続き市場予想を下回りました グーグルの持ち株会社アルファベットの純利益は34%の大幅減益となりました。人株利益は市場予想を下回っています。主力の広告事業や YouTube 広告の売り上げがマイナスとなったほか、コスト上昇が収益を圧迫しました。一方で、次の収益の柱に据えることを目指すクラウド事業の売上高は、伸びは鈍化しているものの、30%以上の伸びは維持しました。 決算を受けてアルファベットの株価は時間外で一時6%を超えて下落しています。